どうもメロです。今回も引き続きマイキャリアモードをやっていこうと思いますけども、前回の動画でね、前回の動画っていうか前回のマイキャリアモードの動画で、見事10日間契約の延長を手に入れることができましたけれども、またそれもね、まあ当然の話ですけど10日で切れるんですよ契約。だからおちおち悠長に構えてもいられないんで、また新しい契約のために必死こいて頑張ろうと思ってロサンゼルス戦やっていこうと思ってますけども、このゲームは僕の成績も大したことなかったし、新しいイベントがあったわけでもないんですよね。じゃあなんで動画にしたかっていうと、まあ、最後まで見てくれればわかるんですけれども、バッジという何なんだろう、バッジっていうね、なんかこう、なんかもらえるんですよ、多分なんかの条件を達成すると。でその初めてのバッジを手に入れたのがこの試合だったので、とりあえず上げてみました。で、まあ、入ってますよね、また証拠にもなくまたポーランドに残ってますけども。でシーズン途中から加入した形になっているので、まあ当然ですけどね、ドラフト指名がなかったわけですから当然ですけど、まあ途中加入になるので、シーズンの成績っていうのはこの時点で何勝だったかな、全然勝ててないんですよ、マジック。クソ弱いのね。そういうことがあって、まああんまりでも、まああれですけど、途中加入でね、特価契約を生き残ろうとしてる底辺の僕にはあんまり関係のない話といえば関係のない話なんですけど、まあチームがあまり勝てていないという状況はちょっとよろしくないですよね、気分的にもね。でまあ最初にも言ったんですけど、このゲーム特に真新しいことは起きないんですよ。でそういった理由でいくつかゲームをカットしていくのは当然なんですよね、当たり前ですけど。そんなマイキャリアモードでやっていくゲーム全部上げるわけにいかないですからね。でまあカットしていこうと思ってるし、上げない動画もたくさんあるんですけども、僕のハードディスク HDD にはねいっぱい入ってるんですよ、上げてない動画が。だから素材ですよね、だからね。でまあこのゲームも本来はそういったカットされるはずのものだったんですけど、もう終わっちゃいましたね第1クォーター。何にも話してないけどね第1クォーターね。だからちょっと今後のマイキャリアについてですけど、まあ、今後のこのあと10日間契約がどうなるのかっていうことにもなってくるんですけども、なんだろう、まあ、特にイベントがあったね、試合に関しては、要はゲーム終了後に何らかのイベントがあったゲームに関しては極力上げるようにしていきたいと思ってます。まあ、選択肢云々でね、僕が選択してそれを見て、ああこうなるんだっていうふうにね、分かってもらえるっていうのもあるので、まあイベントは極力上げていこうかな。でマイキャリアモードに関してはこの動画の後にも当然いくらか取りだめがあるので、この後の少しの展開については、まあ、もちろん知ってるんですけども、知ってるんですけど、まあ結構イベントが多いんですよ。でまあマイキャリアモードの伝統的な部分ですけど、マイキャリアモードは始めたばっかりの時はイベントが結構出てきて楽しいと。ただ何シーズン目かに入るともうイベントが起こらなくなって面白くないという作業になってしまうっていう部分がね、マイキャリアどうしてもあるんですけども、今作はどうなんですかね。まあ、今のところはイベントも多くかなり楽しませてもらってますけども、でそう打たないんですよね今回。いいとこにパスしたなと思っても
味方がなかなか打ってくれないんですよ。キャッチアンドリリースショットか、キャッチアンドショットしてくれないんですよね。でだからアシストが結構ねもらいづらいというか、で、まあ、パス、罰でパスを要求できますけども、昔は何回か連続で罰ボタンを押してボールを呼びすぎると、ちょっと名前は忘れましたけど、ボール呼びすぎみたいなのですげえ評価下がるんですよ昔は。前作もそうでしたけどね。で今回は出てますけどね、今ね右上に1回押しただけで、その要求に対してパスが出なかった場合、全部無視されたパス要求ってなって評価下がるんですよね。1回目だったらあんまり減らないんですけど、これが積み重なってくると A- とかね、そういう A ランクの評価を狙っていく上では結構足かせになっちゃうので、なかなか今回のマイキャリアは歯応えがあって面白いなと思ってますね、僕はね。どうなんですかね。いや面白いですよ、僕ゲームとして、ゲームとして面白いです。普通にっていうのはダメか、あんまり好きな言葉じゃないんですけどね。よく言うでしょう、普通にうまいよこれとかね。いや普通かよ感じがするんですけど、いつもそういう、でコービー・ブライアントですよね。そうね、そうで、コービー・ブライアントなんですけど、コービーに限らないですけどね、やっぱり素早く動く選手は難しいですよね。いろいろゲームやって、動画にはしてないと思うんですけど、シカゴブルズともやってるんですよ。デリック・ローズとかね、ちょろちょろ動くタイプの選手なんかのね、いろいろ見てきましたけども、マイキャリアの中で。やっぱりディフェンス難しいですね、そういう選手は。やっぱりその基本、評価ですか、スティール、ブロックを狙っていく上では、あまり適した方法ではないのかもしれませんけど、やっぱりボールを渡さないっていう方法が一番的確かなと思いますね。L2 でタイトディフェンスついて、ボールが渡らないようにする。で、右スティックを倒すことで、ディナイディフェンスができますので、ボールを入らないようにすると、でポストではちゃんと相手の前に出るように体を入れていくっていうのが大事だと思いますね。でポストアップされた時に、L2 でポスト張り付くことできるんですけども、そこからも右スティックを倒すことで、相手の前に入ることができますので、そういったのを駆使して、で今のも要はリバウンド狙ってるんですよ、これ。あんまりにも評価が低すぎるんで。で、リバウンドを狙いすぎると、やっぱりその、おろそかになるんですよね。で、褒められてますけどね。こういう風に、ちょくちょく褒められることが多くなりましたね、このゲームね。でも褒められたのは、的確なディフェンスをした時ですかね。全部そうだと思います。ちゃんとチェック行った時に結構褒められる。ですね。で、これはまた別の10日間契約なので、まだ出てきませんけど、コーチからの指示っていうのも出てくるんですよ、今後。まだ出てきませんけどね。出てこないですけど。コーチからの指示っていうのが出てきて、それに準ずる形で、コーチからの評価っていう項目が出てくるんですね、今度。で、チームメイトの評価、つまり今右上に出ている評価とは全く別の、判断基準を持ってるその評価なので、結構難しいですね、それも。それを意識し始めちゃうと、今度は、っていうね。たまにスリーポイント打つなとかありますからね。いいですね。で、オフェンスリバウンドを取るコツっていうのは、
まあ単純なバスケット知ってる方であれば単純な話なんですけど、要はボックスアウトをされてしまうと取れないんですよ、基本的に。よく言いますよね、ボックスアウトしちゃちゃん、ボックスアウトさえちゃんとしとけばジャンプしなくったっていいんだと。要はちゃんとボックスアウトして相手を締め出して目の前に落ちたボールを後から拾う、これでも別にいいんだと、究極っていう話をされたことが僕はあるんですよ、バスケ部の時に。でそれなので、これもバスケットなので同じく、要はどういう風にボックスアウトをすり抜けるのかっていうのが大事な話になってくるんですけども、まあ一番簡単なのはボードの裏から入っていく形ですね。僕は全部これです。だからあこいつ打つなって思ったら、もう一回ボードの裏に入っていって裏から出てくるんですね、リバウンドを取り。そしたらボックスアウトできないので、コンピューターは CPU はね、要は相手がボックスアウトしてこないので、タイミングを見計らってボードの裏から飛び出してきてオフェンスリバウンドを取るという、こういうねせこい技をぜひ覚えていってほしいんですね、でこれリバウンドを2かな、あれちょっと見えないんですけど、大画面でやってない、大画面で今見てないので、ワイプの形で見てるので、ちょっと見れないんですけど、 2かな、これそんな多くないですよね、多くないんですけど、このゲームだけ特別低いのかな、確かそんなに僕リバウンド少なくないんですよ実は。で、まあ、やっぱりこの1回もそうですね、で1回もリバウンド能力を上げてないですよ、1回もアップグレードしてないんですけど、それでもまあリバウンド取れるんですよ結構。だからリバウンドは身長、ジャンプ力、そんなもんじゃないんだってね、あのデニス・ロッドマンが言ってましたけども、その通りですね、この世界でもそれは変わらない、ちゃんと巧みにペイントに入り込んでいってボールを奪い取ると、そこに身長やねジャンプ力っていうのは関係ないんだっていうことですね、要はね。あとはシュートですかね、外すのが怖くてっていうか、その悪いシュートっていう評価になりやすいので、今回は特にディフェンスがついている状態でシュートを打つと大抵悪いシュートになるので、いいですね、こんな感じね、今のもボードの裏から入ってるんですよね、そういうこと。でそうオフェンスですけど、やっぱ悪い評価になりやすいので、タイミングがあってもディフェンスがついている状態で外してしまうと、それだけで悪い評価になりやすいんですよね、だからそれが怖くて全然シュート打ってませんけど、あ結構打ってんなあれもうね、全然覚えてないんですよ、このゲームっていうか、これを保存したのがいつの話だったのかっていう感じなんですよね。おお素晴らしい。で今日が、まあ、この音を撮ってる日付は言いませんけど、この動画を保存したのが今日から4日ほど前かな、4日前ですよ。その間仕事が10、その間仕事が4日間か、4日間ありまして、もう覚えてないんですよね。アシストオブザゲームもらいましたけども、とまあこんな感じですかね、今回もあんまり話すことはなかったんですけども、動画の最後にバッジを載せておきます。それではまた次回、お疲れ様でした。